ライアスロンとは新しい挑戦の場です。日々自分を高めることも挑戦ですし、競技成績を良くすることも挑戦ですし、あるいは知らない場所の知らないレースにまた出るっていうことも一つの挑戦だと思って取り組んでいます。竹谷健二です。元プロのマウンテンバイクレーサーで今はトライアスリートです。日が、明るいうち、暗いうち、日向、日陰、山、街中、さまざまな環境で見ますけども、あらゆるところで見やすいですね。トライアスロンのエアロポジションというのが年々こう高速化する中で、かなり近いところで頭の位置を下げて乗る形になりますから、メーターの文字がくっきり見えるというのは非常に重要な性能。昔のプロ選手時代に計測をしたことが幾度もあります。かなり大掛かりな形で時間を使って測定しました。今は手軽なデータの蓄積、ガーミンのこのエッジに蓄積されたデータをで自動的に計算してくれるので、ものすごく便利です。始めたばかりの人ですとか、ご自身のトレーニングの大きな流れにおけるプランですね、スケジュールが決まってない人ほど参考になると思います。その人の蓄積されたデータによって、こういう傾向があるから今だとこういうのがいいよっていう形で進めてくれますから、なんとなく乗りに行くでも、そのワークアウトに従ってある程度乗った上で、あとはご自由に乗るとか、そういった形にすると日々トレーニングの成果というのが積み重なっていくと思いますので、メニューを立てない方にこそおすすめですね、はい、そうです。もはや、なくてはならない存在ですかね。トレーニングに出かけます、自転車に乗ります。その時にまず触るところがガーミン。自分自身ができることをやらないっていう選択肢はないんですよ、私にとって。ですので新しい挑戦、スピード、タイム、難しいコース、そういった困難を克服することがもう最大の喜びであります。その限界を突破するために日々自分を高めること、それの取り組むことが、私の生き方みたいなものですかね。